重い体を最終列車に乗せて揺れながらなぞる今日のこと、ホームに降りて気づいたことは、なくした切符と猫背の僕、話したいことは山ほどあるけど、なかなか言葉になっちゃくれないよ。話せたとしても伝えられるのはいつでも本音の少し手前、耳障りな電話のベル、電気って尋ねる君の声、僕のことなんか一つも知らないくせに、僕のことなんか明日は